本日は埼玉県、白岡市の藤井市長に、お話をお伺いしたいと思っています。藤井市長どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まずは今年で市政が10周年ということでお伺いしました。どうもおめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。今回ですね、就活の支援ということを考えになられたきっかけというのはどういうところにございますでしょうか。やっぱり少子高齢化の中でね、やはり独居世代も増えております。で、白岡市おかげさまでこの10年間でですね、3300世帯ほど増えまして、人口も1600から700この10年で増えておりましてですね、やはりどうしてもその高齢者のお一人の方、こういう方がいらっしゃいますから、こういう方を含めてですね、やっぱり就活に向けた取り組みをやっぱりしていかなくちゃいけないということでですね、たまたま御社からご提案いただいたんで、これはぜひその方向でやらないといけないなと思ったものですからね。はい、そうですか。福祉の総合窓口について、お伺いできればと思うんですけれども、福祉課と社会福祉協議会に福祉の総合相談窓口ですか、を開設されました。どんな、反響というか評判というか。やはり今回は福祉の総合相談窓口ということで、全てにおいて一つのところで受け付けてですね、市民の方が窓口を動くんじゃなくて、職員が動いて一つのところで受け付けていくというような形でですね、非常にそれは非常に社会福祉協議会の方にもお願いしてですね、今青年後見人制度だとかいろんなものがございますので、そこら辺もフォローアップしていただいて、もう今23件からそのくらいも要望があって、今それを今やっているところですね。はい、やっぱり総合相談窓口作ったおかげでですね、そういうニーズっていうのはまさにあったんだなっていうふうに思ってますから、これはやっぱり継続していってね、本来は全部をワンストップにしたいんですけど、今 DX だとかいろんな形でですね、窓口なんかも書かない窓口っていうのを今やろうかなということで、もちろんマイナンバーカードとかこうね、いろんなものが普及してくれば、いろんな形で効率化もできますし、中にはインターネットでもいろんなものが取れますしね、今住民票にしてもいろんなものが取れるようになってきてますから、これも含めてですね、総合相談窓口っていうのは作った意味があると思いますね。ちょっと私たちも就活という領域の中でさまざまな相談を受けるんですけれども、一つのことに、その別のことが絡んでるっていうかですね、例えば相続の相談なんだけどと、いう話の中に、例えばその関連事項で田舎のお墓を動かさなきゃならないとかですね、そうすると相続だけの専門の、対応だけでは片手落ちな感じになっちゃうんで、やっぱりつながっている、連なっているっていうんですかね、氷山のこの見えてるところを相談に来られるんですけど、この見えてないところにまだ課題なんかがですね、散らばっておって、ね、そこに対してのサポートをしていかないと、ダメなんだなっていうことが、私たちのこの就活サービスが広がった、まさにお墓の問題もありますけどね、今空き家の問題もありますね。空き家の問題もありますね。これがまたね、悩みですよね。空き家対策についても、やはり提携を結んで、ある業者とお客様を紹介するとか、そこら辺はこれからどうしても必要な部分ですね。そうですね、やはり費用対効果ってよく言われちゃいますんでね、そこら辺は一番、なかなか行政って費用対効果でちゃんと表せるっていう数字的なものは、なかなか出ないもんですから、じゃあこのお金使ったらこれだけっていうのは、もう市民が幸福度を持てばそれはそれでいいんでしょうけど、測るものがないわけですね。ですからやっぱりよく市民満足度、これをアップしていくっていうのが、DX を使いながらですね、そういうことが測れれば、当然にこれはやった価値があるし、なるほど、
まあ、そこですよね、市民満足度のアップですね。あ、お客様満足度ってのはね、よく聞きますけど、市民満足度っていう方ってそんなにいらっしゃらないね。やっぱり市民、もちろん会長委員に市民お客様ですから、民間で言えばお客様になっちゃうんですよ。私は市民満足度って言ってるんですけど、それとそれがね、さっき言った総合相談窓口も含めてですね、やっぱりちゃんとしたその住民サービスっていうんですか、それをちゃんとできるようにしていかなくちゃいけないんですね。なるほど、ありがとうございます。いえ、どういたしまして、最後に市民の皆様、はい、あるいは読者の皆様に、はい、向けたですね、何かメッセージありましたらお願いしたいんですが。メッセージですか。白岡市をですね、やはり皆さんに知っていただいて、さらにその白岡市の魅力をアップしていきますので、ぜひ住むんだったら白岡、子育てするんだったら白岡というふうにやっていきたいなと思ってます。なるほど、はい、住むんだったら白岡、そう、住むんだったら子育てするなら白岡ですね、はい、ぜひ梨の町白岡へ住んでいただきたいということでね、いろいろですね、現場の声も聞かせていただけながらですね、はい、我々も最大限ですね、はい、力になるよう頑張っていきたいと思います、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、こちらこそ今日本当にありがとうございます。こちらこそ本日はどうもありがとうございました。